ね。私もサンプルが限定にあそこで。
ちょっと気遣うとこあるやろうなと思ってたから、いいんじゃない、気遣わなくていい。
とさ、発表会の時に今こんな人もやったら出るつもりなかったかもしれない。あれ上なのでだけど、こうでさっき市場の人にもクリアっていうだけだから、知ったことがな、うん、そうそう、だからそう言ったみたいし、あの人はまた後からお父さんに言ったみたいな。でもあそこ行くのはお客さんに行くから、発表会出るってことで行くことになってていいけど、あの人たちはそこまで分かってくれていいから、私は言ってたし、それだと ちょっとあれでしょ。
ごいなと思う。そういう機会がないと知ってない。まあ、よしよ。昨日寝てない人に you
Thank you.
った。